歩いて1、2分なんですよ。なのに、ね、なんか3分で、アリスさん全然呼んでくれへん。ちょっと元気になってるんですけれども、ちょっとね物忘れがもう始まっておりまして、はい、まあ別々に住んでいたんですけど、もう12月、昨年の12月頃からはもう実家に戻りまして、まあ
自宅の方もあり、ちょっと行ったり来たりの状態で、はい、させていただいております。なのであのバンドライブがもう多分もうあのこれからは私の方が難しい状態なので、はい、あのお昼あのの方であの頑張って歌っていければなと思っております。はい、私事でございました。今日はですね、まあ、僕らは終わってから LL さん久しぶりでございますね。LL さんであのリリーさん、フラミンゴさんですよね。フラミンゴさん、それからブラックキャップさんね、まあ、ロカフーってね、されてまして、ブラック今日お二人であの楽しみにしております。で、落花生さんがねちょっと仕事の関係で遅れられるっていうことで聞いておりますんで、最後に入れさせていただきました。はい、それでは今日は演歌ばっかりね、演歌ばっかりね、はい、やらさせてもらいます。オリジナルもちょっと、はい、しますね。はい、フラミンゴ歌います。曇り柄
春咲いても冬の花咲いて寂しいサザンカの宿船歌を歌います。
いろいろね、この他もいろいろ作詞の方をね、ね、し
されてまして、いろいろねカラオケとかも、うん、ね出ておりまして、はい、はい、いつも歌わせてもらっております。はい、歌わせてもらっております。はい、ありがとうございます。セトリは大体やってましたけど。まだあります。はい、はい、ね、どうしようかな。僕らもね、あの曲作りましてね、あのモコがね作詞作曲した曲でございまして、多分ね月先生初めて聞かれると思うんですけども、また後でねご感想ご披露。演歌ね。はい、演歌です。はい、代表。宵待ち人と言います。
43時から40分、まあ、5分前ぐらいにね、はい、ウェールさんにバトンを出させていただければなと思いますね。はい、はい、バトンタッチ。